このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。ゴーハローハロー旅立ちの日。私たちの不動産大学非着実室と判決混同していますへーん。ということで、このチャンネルは完全独学で9つ資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということで、不動産大学の動画の中でもですね、どうしてもですね、再生率が落ちる分野っていうのがあるんでございます。さあ皆さん何だと思いますでしょうか。これですね、3年前からやっていてですね、どうしてもこの分野だけは動画をやるとですね、再生率が落ちてしまうという分野があるんでございます。重要な分野にもかかわらずです。さあ何でしょうか。いきますよ。ズバリ言いますよ。それは相続でございます。今回もですね、あえてサムネイルの方にはですね、相続という言葉を出しておりません。これなぜかというとですね、相続っていうとですね、みんな嫌がるからなんですよ。嫌がって逃げちゃうんですね。逃げちゃダメなんですよ。これ試験で出ますからね。で、何よりもですね、これ相続の話というのは実務でめちゃくちゃ重要でございます。これですね、賃貸の場合でも売買の場合でも重要です。これはですね、不動産屋が知ってなければいけない知識なんです。にもかかわらずですね、これ宅建試験でですね、ちょっと難しそうだからちょっとパスするって言ってですね、動画を再生する人がどうしても減っちゃうんでですね、あえてちょっと今日はですね、わからないような形にしたんですけども、ここはですね、絶対逃げちゃダメなんです。ここはちゃんとマスターをしていただいて、試験でもちゃんと得点していただきたいですし、実務においてもですね、最近大家さんの相続ってすごく増えてるんです。で、相続に関して不動産に相談することって結構あるんです。で、そこでですね、ある程度的確にアドバイスをしてあげられると、そこからですね、信頼を得て管理物件につながったりとかですね、そういう風になっていくんです。で、物件売買するときもですね、依頼されたりとかっていう風になっていきますので、絶対に相続に関してはですね、そのまま税理士とか弁護士にですね、丸投げしちゃったらですね、もったいない案件なんで、もちろんですね、相談させるのはいいんですけれども、入り口のところの知識はちゃんと持っておいた方が、そこからですね、売買だとか管理委託とかっていう風にですね、自社の利益になるようにつなげていけますんで、そこに関してはですね、ぜひとも相続の知識に関してはですね、持っておいてくださいというところですね、私は声を大にして言いたいんでございます。とはいえですね、まあ、宅建で相続の勉強をしていると、まあ、難しい単語がたくさん出てくると思います。で、中でもですね、初めて聞いた人が混乱する単語、それがですね、着出資、そして非着出資、あとはですね、判決なんかのですね、単語でございます。判決兄弟とかですね、そういうやつですね。ちなみにこれ着出資ですよ。私昔これ摘出資って読んだことありますけど、これ着出資ですからね。まあ、たまにコメント欄でですね、摘出資って書いてる人いるんですけど、これ着出資ですのでご注意ください。これらのですね、単語の意味をですね、正確に答えられるっていう人は意外と少ないんじゃないかなと思います。わからないからこそですね、こんな疑問が湧いてきます。いきますよ、こちらでございます。サニューさん、ありがとうございます。田中先生、いつも動画ありがとうございます。1年前から拝見させていただいております。ありがとうございます。何度動画を見ても分からずご質問させていただきます。ありがとうございます。相続の分野なのですが、田中先生の動画で着出資と非着出資は民法改正で取り分を同じくするとなったと拝見しましたが、別動画では判決であれば取り分は2分の1との動画がありました。非着出資イコール判決ではないということでしょうか。死亡した人から見て父母で変わるのでしょうか。お時間のある時に動画にしていただけるとありがたいです。何としても今年合格したいので、何卒よろしくお願いいたします、ということでございます。はい、この方のようにですね、非着出資イコール判決と同じと思っている人いるんじゃないでしょうか。結構ですね、こういうコメントですね、コメント欄に多いんです。まずですね、最初に結論を言います。全然違いますよ。この違いが正確に答えられないという方はですね、絶対この動画最後まで見てください。非着出資イコール判決ではございません。違います。この部分徹底的にやりますよ。ここですね、混同する人多いので十分ご注意ください。いきますよ。まずですね、着出資って何かわかりますか？説明できますでしょうか？簡単に説明してみてください。これですね、着出資っていうのはですね、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供のことを言うんです。要するにですね、結婚している人の間に生まれた子供が着出資です。そうです。もう単純でございます。で、法律上の婚姻関係っていうのはですね、まあ具体的に言いますと、婚姻届を市町村役場に提出して受理されていると、そういう状態でございます。そうしないとですね、婚姻関係は成立しません。まあこれは大体わかると思います。対してですね、重要なのはこっちでございます。こちらです。非着出資でございます。この非着出資というのは、法律上の婚姻関係がない男女の間にですね、生まれた子供のことを言うんです。着出でない子、要するにですね、非着出っていうのは、その父またはですね、母が認知することができるんです。例えばですね、内縁関係で子供が生まれた場合なんかですね、こういった場合に法的に親子になるためには認知をするという必要があるんです。これでですね、親子関係が生じます。民法はですね、子供の出生後、父と母がですね、婚姻することで、子供にですね、着出資の身分を認めています。婚姻中にですね、父母が認知した場合にも、着出資の身分を認めています。ちなみにこれをですね、純正っていうふうに言います。またですね、父と母とがですね、後で離婚したとしても、着出資がですね、非着出資に変わるということはないんです。
です。要するにですね、非嫡出子というのは、父親と母親とかですね、過去にも未来にも法律上の結婚をしない場合であると考えてください。はい、ここまで理解できましたでしょうか？これご質問にもあった通りですね、以前は非嫡出子の相続分というのはですね、嫡出子の2分の1というふうにですね、民法で規定されていたんですけれども、これについてですね、まあ、納得いかないというふうにですね、裁判で訴えた方がいらっしゃいまして、で法の下の平等に反するという違憲判決が出てですね、法律が改正されました。よってですね、今では嫡出子と非嫡出子はですね、どちらの場合も相続分は平等というふうになっております。同じでございます。さあ、ここまではいいでしょうか？でここからどんどんポイントになってきますよ。ではですね、判決って何でしょうか？この判決、半分の地ですね、半分の地と書いて判決、これ何でしょうか？これ判決兄弟というのは、父親あるいは母親のどちらかがですね、同じである兄弟姉妹のことを言うんでございます。これ例えばですね、本妻の子供と前妻の子は父親がですね、共通している判決兄弟ということになります。まあ、このようにですね、両親に離婚歴があるとですね、判決兄弟という状況が生まれるんでございます。これですね、例えるのはすごく難しいんです。あんまり芸能人の方で例えるとですね、ちょっといろいろと反響があるとまずいので、ちょっと人の名前は出しづらいんですけども、例えばですね、競走馬なんかで言うとですね、成田ブライアンとですね、ビワ早秀がですね、判決兄弟なんでございます。これ競走馬なんかですね、同じですね、繁殖牝馬にですね、いろんな種牡馬を種付けしますから、いっぱい判決兄弟が生まれてくるんでございます。父親ですとか母親が亡くなった場合の相続では、前血兄弟であっても判決兄弟であってもですね、差が生じることはございません。ポイントなのはですね、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になるケースでございます。この部分です。この場合ですね、前血兄弟と判決兄弟で相続割合が異なるんでございます。民法の第900条4項ではですね、判決兄弟は前血兄弟の相続分の2分の1となっています。要するにですね、父と母が同じ兄弟のですね、相続分が1000万円であれば、どちらか一方の血を引いている兄弟のですね、相続分は2分の1である500万円になると、そういう意味でございます。要するにですね、まあ、血のつながりが半分の兄弟のですね、財産を相続するわけだから、取り分も半分になるというような感じのイメージでございます。これポイントはですね、前血と判決の区別が問題になってくるのはですね、相続順位の第3順位のですね、兄弟姉妹が相続人になる場合のみだということでございます。要するにですね、第一順位のですね、子供として相続人になる場合にはですね、前決と判決の区別はございません。法定相続分はですね、同じでございます。ですからですね、これ判決イコールですね、必ず半分になるみたいなですね、丸暗記の仕方をすると間違えます。こういうところ引っ掛けてきますんでですね、こういうところをですね、しっかりとちゃんと理解をした上で覚える必要があるということでございます。この相続の部分に関してはですね、家系図を自分で一回書いてみるとですね、非常にわかりやすくなりますので、まあ一回家系図を書いていただいてですね、それを元に理解をしていくということをお勧めいたします。どうでしょうか？お分かりいただきましたでしょうか？ということでですね、相続に関しては逃げずにですね、ちゃんと覚えていただいて実務でも役立てていきましょう。ということで、また明日。夢に向かい、必ずできる。